はい、それでは貞子 AR を始めるにあたってのセットアップをご説明します。まず、Google Play Store から貞子 AR のですねアプリを見てもらうとこのように、画面が出てきます。ここのインストールというボタンは押さないでおいてください。はい、でこのゲームについてという欄がありますので、ここをタップしていただくとこのように、出てきます。はい、で一番上のこちらですね URL をタップしていただくと、こちらですねアカウントを出してパッケージインストラというのが出てくるので、ここをクリックします。そうしますと、このアプリをインストールしてもよろしいですかというふうに出てくるので、ここはインストールしてください。許可が、必要な場合には許可のボタンをクリックすればインストールすることが可能です。はい、インストールまで少々お待ちください。はい、そしてここの、開くというところですね、押すと、はい、アプリが始まります。はい、このように画面が出てきましたが、それだと、失敗ですね。はい、というのも、カメラ機能の権限が、オフになっているからです。というわけでですね、一度この、アプリは閉じていただいて、はい、そうしましたらこの上の、ね、設定から、アプリと通知のアプリの権限、そこを押してカメラというところですねをタップすると、アプリの貞子 AR がありましたね。ここのカメラの権限をオンにしてください。はい、それではですね、あとは、あ、言い忘れておりました。こちらですね、プレイストアから AR 機能を使用するにあたって AR マーカーが必要になります。下記の URL から AR マーカーをダウンロードしてくださいということで、こちらのですね画像は、このプレイする際のスマートフォンではなくて、iPad やパソコンなど、そういった別の、見る端末としてダウンロードしてください。一応画面としてはですね、はい、このようにですね、AR マーカーが出てきますので、ここは、Google ドライブからですね、ダウンロードというところを押すと、はい、このようにダウンロードされますので、はい。ということで、こちらを iPad や、パソコン、もしくはテレビですね、その画面を映しておいてください。はい、今回はですね、iPad に、その AR マーカーを、投影させてプレイしてみたいと思います。では、先ほどカメラの権限をオンにしたので、もう一度、貞子 AR をですね、やってみましょう。はい、わかりますでしょうか？今、カメラモードになっています。ちょっと赤いですが。はい、これは、成功ですね。このようにですね、ちゃんとぼやけてこの赤い感じで映っていれば OK です。ではちょっと AR マーカーを映してみましょう。はい、ちゃんと映りましたね。これで AR 機能が表示されます。ここで注意していただきたいのが、この AR マーカーですね、まあ近づけていればいいんですが、これからちょっとにこうずれてしまうと、このように AR が、切れて、最初から再生することになります。あとは、あまりにもこう遠ざかってしまうと、消えてしまうので、適度な位置で見ることをお勧めします。はい。というわけで、貞子 AR を始めにあたってのご説明を終了します。皆様。